ビットハート。いやあ、先生のケースだよ。今回はこのゲーム、ワンビットハートっていうゲームをやっていきたいと思います。このゲームはね、大体2、3年ぐらい前に公開されたゲームでして、その公開した当時はクオリティの高さ、もう全体的なクオリティの高さで、かなり人気を集めたゲームらしいんですが、俺が過去にゲーム実況した、ライートっていうゲームと、アリスミアっていうゲームの作者さんが作った最後のゲームです。もうこれがね、前からやろうかなと思いながらも結局やれてないゲームで、今回ようやく手をつけました。やっていきます。ゲームの内容点がね、人の心をつなぐ友達作り ADV って言ってね、リアで友達がいない俺がやっていいゲームなのかなって思いますが、よし、やるぞ、お前。インフォメーション。このゲームには推理ゲームのような要素が含まれています。ノーマルでもいくつかヒントは提示されますが、推理系のゲームが苦手な方のために、さらにわかりやすいスペシャルヒントが出る仕様もご用意できます。あなたは推理系のゲームは苦手ですか？ああ、どっちかって言ったら苦手な方がな、あんまり推理系のゲームとかやらんし、まあ、詰まっても困るんで、一応用意しとこう。オンにしとくぞ、お前。朝から始まるんじゃ。起きるとこが始まる。エルカの夢とミルクティーの巻。どうですか、今までの、ちょっと短い流れを見て。絵のクオリティといい、今流れている BGM クオリティとかいい、結構レベルが高いでしょ。これはまだ人気が出た理由らしいですね、これ。おう、このね、この作ゲームの作者さんが作った過去のゲームもね、それぞれクオリティが高いゲームなんで、またチェックしてもらえたらと思います。結構いいゲームだったんで、やっていきます。この七七くんっていうのが主人公かな。あれ、もうこんな時間だったのか。寝すぎちゃったかな。ま、引き物の俺には関係ないだろうけど。わ、お前、そんな笑顔で言えることじゃないぞ、お前。今日は何しようかな。やりたかったゲームも全部クリアしちゃったし。とりあえず、ミカドお兄さんのところにでも行ってみようかな。ミカドお兄さん？竜神でミカド？デュラララ？インフォメーションでこんな感じの説明があって、まあ、これは見たけんいいや。ナーシールーム。こんな感じで横スクロールのゲームで、こう歩く、ちゃんと歩くところもさ、こう描写されとってさ、ほんとクオリティ高いよね、今作も。こっちに行けばいいんかな。おった！ミカドくん！ミカドお兄さん。パソコンいじってる？お前。なんだお前、ダラーズのサイト見てるのか、お前。おはよう、お兄さん。ああ、おはよう、ナナシ。と言っても、もうお昼だけどね。アラームで起きたんぞ、おい。アラームで起きたってことはさ、アラームお昼にセットしちゃったのか、こいつ。もうバリバリお昼まで寝るつもりだったんじゃ、こいつ。あはだよね。あはじゃねえ。あと、僕はもうそろそろ行かなきゃいけないから。お昼ご飯はまだ冷蔵庫にあったとは思うけど、晩ご飯は自分でどうにかしてね。わかった。ピザとかを自分で注文して食べるよ。あんまりピザとかばっかり食べてると、将来体が軟弱になってヘロヘロになるぞ。お兄さんみたいに？はは、そうだな。僕もピザが好きで、昔はそればっかり食べちゃってさ。栄養が偏っていたな。あ、また少しメモを取ってくれないかな。僕の見える範囲はもう全部書いてあってさ。うん、いいよ。でももう首元まで真っ赤だけど、どこに書くの？あ、首のこれメモだった、お前。なんか体中になんか呪われてるような感じのことを書かれてるけど、お前。呪いじゃないよね、呪いじゃないよね。太ももとかは、うっかり忘れた時のために人前で露出しても変な目で見られないところがいいな。じゃあ、頬でいいや。そっか、残念。じゃあ、メモする内容言ってよ。ああ、わかった。あんまり長くならないからさ。うわ、長いぞ、お前。何がだあんまり長くないからさ、じゃあ、お前、長えわ、お前。こんなん覚えられるか、お前。
こんなん覚えられたらお前東大でも首席のレベルになるぞお前。なんならよくテレビ番組でやゆる東大王にも出れるぞお前。長いってだから前から思ってたけど、ビットフォンにはメモ機能もついてるんだからそっちを使えばいいのに。昔から書いた方が覚えられるって言うだろ。そんなレベルじゃなかったぞ今うん、ありがとう。じゃあ行ってくるね。はーい、行ってらっしゃい。うん、お昼ご飯はもう少し後でもいいかな。じゃあどうしようかな。よし、もう一回塗るかわあ、この主人公将来ろくな大人になりませんな。わーい、ベッドこっちだったな。ここか。さて寝よう。ん？ん？あ？なに？わあ、これ多分主人公童貞なんだろうけどな。童貞こじらせてすぎてなんか女の子の幻想妄想が見えるようになっちゃったんだろうな。わあ、現実での俺の日常みたいだなこれ。誰？幻覚見えてる。ん？誰ですか？あなた。こっちのセリフだよ。全く同じ反応したよ、ナナシ君。これ、俺の布団なんだけど。え？あ、失礼いたしました。今、おります。どこから履いてんのかな？お客さんもいなかったし、ここはマンションの7階なんだけど。わかりません。え？自分でもわからないの。じゃあ名前は？名前、私の名前はミサネ。そうだ、ミサネです。それ以外のことは覚えてません。記憶喪失なんじゃミサネさんか。うん、いい名前だね。他に何も覚えてないなら俺の布団で寝てても仕方ないかな。仕方ないで終わらせるようなことじゃないぞお前。お前あとさ、この文章出たときさ、あははって聞こえてきたけどさ、あははじゃねえからな、お前。でも、どのくらいまで覚えてないのかな？何か気になることはある？そのヘッドホン、そんな形をしているのは初めて見ました。確かに。こんな独特の形のヘッドホンある？ボカロぐらいやぞ、こんなんつけとん。ああ、このビットフォンのことかな。俺のは自作だから。ビットフォンとは？ビットフォンは今世界中で使われている端末装置。今の人類は必ず装着することを義務付けられているんだよ。その人の脳波をリンクして処理をするだったかな。昔はあれこれ問題もあったけど、今の技術なら十分安全らしいから、ほとんどのビットフォンは高タイプだと思うよ。なんだろう、過去にログインした人間が ログアウトできずにいたみたいな話になっとったりするんだろうかな。脳波とリンクする。一人一人が ID を所有していたりしますか？うん、そうだね。生まれた時に ID が生成されて、市民席と共に与えられる。あ、マイナンバー的なやつなんだ。インターネット等で利用する表記名とかは一応決められたりするけど、ID だけはこの唯一のものになるね。どう？何か思い出したかな？いいえ、まだ。しかし ID が一つということは、一度 ID を他社に抜かれてしまうといろいろと危ういのでは。それについては管理プログラムっていうものがあってね、この近くにある307タワーのてっぺんにその管理室があるらしいんだけど、この管理プログラムが 99.9% 安全だと言われてるほどに ほぼ完璧なものらしくてさ、前は人の手で管理されてたんだけど、このさ、99.9% 安全ってよう見かけるけどさ、100% って言ってほしいよな、俺らとしては。なんでそこまで言うんだったら 100% って言ってほしいんやけどなって思う時があるんだけど、みんなはどうかな。プログラムに管理させるって発表された時はみんな不安そうだったけど、4ヶ月ぐらい経った今ではみんななんてことない顔して生活をしているし、なえって怖いな。ID を抜かれる事例も数件あった以前に比べて一つもないみたいだし、大丈夫なんじゃないかな。なるほど。それではそのプログラムを管理しているのは、僕のいとこのミカドお兄さん。ミカドお兄さん、あの人
今の管理プログラムを一人で作ったんだよ。すごいよね。すげえあの人めっちゃすげえなんなんそれ。IQ180 ぐらいあんの？ミカド？知らない名前ですね。そりゃあ今はミサネさんは記憶喪失みたいだし、仕方ないんじゃないかな。外に出ましょう。街を回ればもっと何かわかるかも。え？外に行くの？何か問題でも？そりゃ問題だらけだよ。なんかこの七志くん童貞っぽい見た目してるし、外とか出たらそれこそ死活問題だよ。いやー、俺引きこもり歴4ヶ月だからさ、もう外に出るのが苦手というか、忘却というか、引きこもりの誇りみたいなものがあってさ引きこもり歴4年4ヶ月なんだその誇りって。誇りとか尊厳ってお前そんな尊厳とか照れるわみたいな顔で言われても困るんやけどな。あなた引きこもりなんですか？あ、俺の紹介をしてなかったね。俺はナナスよし。みんなにはゴミ、ウズ、ウジムシ、モヤシ、その他もろもろと呼ばれてるからどうぞ好きな名称で呼んでよ。あーあー、クズのあだ名の役まねないかお前よっぽどやぞ。そんなさ、マイナスイメージのあるあだ名ばっかつけられるん。な、何があったんお前外の世界で何があったんよちなみに将来の夢は世界平和だよ。わあ、頭の中は平和ボケしてそう。どうかした？いえ、もう少しまともな呼び方はありませんか？気使われてるぞ。会ってすぐの女の子に気使われてるぞ、七志くん。え、ダメ？そうだな。じゃあ、七志。帝お兄さんとかからそう呼ばれているよ。七志さんですね。七志、はい。うんうん、よし。じゃあ、外には出られないし、ミサエさんの記憶もないし、何しようか？テレビゲーム？何言ってるんですか？七志さんも一緒に外に出ますよ。え？ミサネさんが俺と出たいって言うなら俺も一緒に行くよ。引きこもりの誇りというものはいいのですか？大丈夫、七志くんは尊厳とかそういうのにこだわらなそうだからね。いやー、俺の言葉なんか気にしないでよ。出ろって言われたら出るし、焼きそばパンを買ってこいって言われたら買いに行くよ。それで喜んでくれるなら俺も嬉しいからね。ド M の極みだな君は。あなた自身はどうでもいいのですか？まだ気使えてるぞお前。そうだね。あんまり病気とかはなりたくないし、穏やかな老後を過ごしたいと思ってるけど、基本的には他の人の役に立てるなら、喜んでてくれるなら俺は何でもするよ。ならあなた自身、あなたは他人に死ねと呼ばれたら死ぬんですか？うん、俺の命で誰かの命が救われたり喜んでくれたりするのなら全然差し出すつもりでいるよ。でも命は一つだけだから、さすがにその選択肢は慎重に行うつもりだけど。なるほど、なんとなく七志さんのことが分かりました。ド M の自己犠牲なんですね。それと私のことはミサネさんではなく娘ちゃんと呼んでください。え、でも会ってまだ5分ちょっとだし、同年代の女の子をちゃんづけで呼ぶなっていきなり童貞こじらせるなお前どうぞミサネちゃんと呼んでください。わあ、結構積極的でな。分かったよミサネちゃん。ペロ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 。それでは外に出て街を回りましょうか。何をするかブラブラしながら決めましょう。あ、どうしたいきなり、え、でもこんな引きこもりと一緒に歩いてて襲われたりしないかしらみたいな心配し始めたか。大丈夫、七志くんにそんな解消なさそうだから。あ、どうしたいきなりこけたような音したぞ。ミサネちゃん大丈夫？あんまり自然な転倒だったからちょっと感動しちゃったよ感動ってなお前。すいません、何もないところでよく転ぶ癖があるんです。何もないところでどころかさ、一本も歩いてなかったよね今お前の足元の物理どうなってんの？うん、いいね。クール属性を持ちながらドジっ子の属性も必ず備えているなんて素晴らしいと思うよオタク目線で物事を語るんじゃないよ。あと早く俺のズボンもの袖から手を離してくれると嬉しいかな。そろそろあれもない姿になる数秒前だから。あ、すいません。すごいミサネちゃん、クール属性にドジっ子属性に、あとラッキースケベの素質も持ってるなこれ
女の子でラッキースケベルの素質持ってるんだってなかなかないぞお前。行きましょうか。オッケー、グーグル。なんか面白いなこれ。どうした？あ？なぜ今止まった？なぜ今止まった？びっくりした今。なんかちょっと一瞬止まったな。よっしゃ行くか。出て行けばいいんか左の方。あれお兄さんおるで。どうしたお兄さん。え、クビになった？もしかして会社クビになった？あれ味方お兄さん仕事じゃなかったの？ああなしか。ちょっと忘れ物しちゃってさ。それで急いで戻ってきて。なし、いつの間にそんな可愛い女の子と知り合いになったんだ。やだな、僕にも教えてくれたっていいじゃないか。やだな味方お兄さん。なし君にそんな回収があるわけないじゃないか。あ、ミカドさん。あ、僕はミカド。君にとっては至極些細な情報だろうから、別に覚えなくても大丈夫だよ。あ、じゃあわかりました。脳から消去しておきます。ミカドさん、この子はミサネちゃんって言って、さっき俺の布団で寝ててさ、記憶がないんだって。ミカドお兄さんは何か知らないかな。そんなん知ってるわけないだろお前。あとさっき俺の布団で寝ててさってさらっと言うけどさ、それ結構大問題だぞお前。そうなんだ、大変だね。結果が決まっているものを導くのは得意だけど、そういったものは専門外だからね。いや大変だねで済ませるような問題でもないぞお前。そんなようさ涼しい顔でおられるなお前ら。そうだな、前にテレビかなんかで急に思い出すこともあるって見たし、普通に生活していればいいんじゃないかな。でも私住むところも何もわからなくて。なら思い出すまでここにいればいいと思うよ。親子さんとかがいるなら捜索願いも出るだろうし、何か情報がつかめるまでは動けないだろうしね。いいのですか？僕はあまり家にいることもないしね。よかったらこの部屋を使ってもらって構わないよ。あとエロ本は探さないでね。おっと、早く戻らないと。偉い人にどやされちゃうから。なし、二人きりだからって襲ったりするんじゃないぞ。メカド君、大丈夫だ。なし君にそんな解消ないから。それは、不利だよね！不利だよね！不利だよね！めちゃ、なし君、結構嬉しそうだな、君。そんなわけないだろ、バカ。じゃあ、ミサネ。さあ、もう気をつけて。いってらっしゃい！不利だよね！あれ、ミサネちゃん。どうかした？いえ、やっぱり似てるなと思っただけです。え、何も特徴もなく学生生活と義務を放棄し、一日中家でゲームとテレビで時間を浪費するゴミのような俺と、天才のアメリカのお兄さんと一緒にしたらダメだと思うよ。ナージさんのその自分をゴミだと何とか言うの、もっとこう、なんとかならないのですか？ナナシ君、メサネちゃんに何度気を使わせれば気が済むのだ。でもみんながそう言うんだからそうなんじゃないの。学校だってお前もうここに来るなって言われたから引っ込みになったんだし。ナラシ君、学校で何があったお前。そこはゴミとかナメクジとかクズとか相当のことがなかったら言われんぞお前。嫌なことがあったから引っ込みになったんじゃないですか。俺はクラスメイトは大好きだったし学校も好きだったよ。友達もいたんだけど、そう言われてからみんなにフレンド解除されちゃったし、へへへ。でペロ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 言ってんじゃないわお前。友達いないんですか？前はいたけど今はいないね。ほら今フレンドリストにあるのもミカドお兄さんだけだし。それ家族だよ、友達というよりかは。目標が決まりました。私の記憶は保留として七七さんの友達を作りましょう。なんで俺は別に友達はいなくても。友達作ってください。おお、メサネちゃんの目が急に真剣になっちゃった。メサネちゃんがそう言うなら喜んで。でも友達ってどうやって作るんだろう。学校に行かなくなって人付き合いも若干苦手っぽくなってるかもしれないし。そうですね、まずは同年代の人を探しましょう。年が近ければ話を合わせやすいでしょうし、難易度も低いでしょう。でも不登校になった子ってそこも難しくなるんだよ、ミサネちゃん。そっか、わかった。ミサネちゃんも友達になるよ。え？ああ、いいですよ。
どうやるのでしょうか。フレンドリストって思い浮かべて、こう指でクイッとしたら、ほら、ウィンドウが出てくるでしょ。そのままデータ送信でできるはずだよ。あれ？あれれ？エラー？存在しない ID です？おかしいな。そんな、こんなことあんまりないんだけどな。エラーなら仕方ありません。後にして、まずは友達探しをしましょう。私も落ち出てたりしますので。あ、それならポズリーにしよう。こっちなら友達に登録すれば誰でもできるから大丈夫なはずだよ。何そのポズリーって。ポズリーとは俺が作ったアプリなんだけどさ、一言つぶやいて保存できるんだ。一言つぶやいて保存できるってツイッターやん。おもれが作ったアプリなんだけどさって、お前さらっとすごいこと言うてないかお前。お前おもれかで IQ180 ぐらいあるの。他の人も登録すれば、その人もまた自分の DNA につぶやける。他にも、数人集めたグループを作って、その中でつぶやき合うこともできる。あ、Twitter というよりか、LINE かな？いや、それにしたら LINE 作ったん。LINE 自分で作ったの、お前。メモ代わりと、お兄さんや、親と気軽に連絡できればと思って作ったんだけど、なんか結構広まって、いろんな人に使ってもらってる。とりあえず登録して、グループに入れておくね。あるじゃないですか、特技。使いやすそうですね。もう特技というかさ、もうそれで食っていけるレベルのもの作っとうもんな。七七くん、お前なんで本当に引っ込みになった。なんでゴミとかナメクジとか呼ばれたん。妬まれてるの。才能妬まれてるの。そう、結構簡単に作れるよ。作り方を見て、数字に置き換えて、123と手順を踏んでいくだし、いけたし。ほう、天才ってこういう思考なんだ。七色のことをちょっと見直した気がする。数字に置き換える。ああ、俺は生まれつき世界を数字にして見ることができるんだ。ゲームのステータス画面みたいな感じかな。メサネちゃんなら775478とか。え、そう、2桁の数字、2桁の数字が3つ並んでるって、まさかそれって3サイズじゃないですか。七色くんドスケベですね。共感覚と似たようなものですかね。それはそうと、その私の数値は何のデータですか。メサイちゃんの3サイズ。あ、さらっと言っちゃうんだ、もう。すねは痛い。はあ、七七くん、すねを蹴られるようなことを言ったのは君だよ。忘れてください。では行きましょう。町は人たちにも挨拶を、町の人たちにも挨拶をして、顔と名前を覚えてもらうのもいいかもしれません。よし、行こう。3サイズ773、え、まあいいや。バスト77。ああ、いまいちだな。